はい、こんにちは。日本改革徳澤です。7月15日、明日ですね、新橋で、7月29日、代々木でタウンミーチング開催いたします。来てね。NHK2022 年度決算、6月27日に経営委員会に報告がありまして、それが7月14日、今日ですね、公表されました。それによれば、国債、非政府保証債、地方債、事業債、子会社株券、建設積立など、もろもろ合わせた NHK の土地建物、現金以外の流動資産合計は、1兆2973億円、約 1.3 兆円ですね。土地建物なんかは含まれません。流動資産、まあ何有価証券、みたいな部分だけの話。全国の土地建物資産額を合わせたらさらにとんでもないことに。代々木の NHK 本部ってどのぐらいの価値あるんだろうね。あの土地広大な、すごいですよね。あそこ街ができますよね一個。2022年度は未契約割増金による脅しが効いたのか、なんやかんやで放送事業で黒字を叩き出しました。263億円。資本収支黒字が124億円。これ多分あの国債の利子所得であるとか、地方債、まあ1.3 兆円あっかんね。流動資産が。ですんで、それの上がりだと思われるんですけれども、合計387億円を浮かして、財政安定化繰越金が2231億円から、2618億円に増加。なんやかんや言って儲かっちゃいましたっていう、現金で、1.3 兆円有価証券持ってて、現金で2600億円持ってて、NHK はこの他に独自の年金基金として1兆円弱持ってます。職員の年金額は月に50万円から60万円と聞いております。皆様の受信料で儲けすぎでは。あとね、特殊法人ってことで法人税免除されてんですよね。全国でこういうのが30ぐらいあるって話なんですけど、例えば東京メトロ、都営メトロかな、そこも特殊法人で免除されてるって話なんですけれども、あと JT もかな、日本タバコもかな。これでもまだ飽き足らずネットから金取ろうと日夜暗躍して、いくら食らってもですね、上から逃れられないでずっと苦しんでる地獄のガキみたいだなぁ。ですんで NHK がですね、いやーカツカツですわって信じないように、たんまり資産隠し持ってますから、すぐ売れる、すぐ現金ができるよねやつばっかし、1.3 兆円も、特殊法人ってことで法人税も払ってねえしね。これ不公平ですよね。 NHK 貴族、特殊法人ならぬ貴族法人、法人税払わして痛い目見してやりたいところなんですけど、そうすると受信料上げるだろうな。独占だからいくらでもやりたい放題ですもんね、受信料額。EU 発表、科学と証拠と IAEA の評価に基づき日本産食品規制を撤廃する。今まで規制してたのか知らんかったな。一般反応です。それじゃあ反対してる連中がバカみたいじゃないか、かっこ棒反科学ではなく軽科学だから、人類のいわゆる科学とは異なる科学よりも反日を優先している時点で客観性ゼロ。常に感情論だからパヨになっちゃうんだよね。国税だからどこまでも反対しますよ。行動原理がたかりと嫌がらせだから、論より大声嫌がらせ最後は暴力っていう標語ありますね。パヨ標語、私が作ったんですけど反科学というかバカだよねストレート、全然直球だな。頭が悪いからパヨるのか、パヨると頭が悪くなるのか、パヨは高すぎる自己評価と悪すぎる頭と最低な人間性が備わっている。そして自分の不遇の原因を社会に求めると。なるほど、
まあ高すぎる自己評価、ダニングクルーガー効果ってやつですね。バカほど自己評価が高いと。そうじゃない人ほど謙虚、自分の実力分かってて、悪すぎる頭、まあそうですわね。最低な人間性、まあそうですわね。それじゃあ、まるでバカで人間のクズがパヨみたいじゃないですかって思ったあなたね、その通りです。その通りですね。 EU への輸出品についてちょっと調べたんですけど、食品の占める割合は 0.4% しかなかった。あとはね、車両であるとか光学製品、まあカメラとかかな、スマホとか、あと化学薬品なんていうのも若干、あと製造用マシーン、まあ、工場の、機械とか、そんなのがメインで、食品は 0.4% でした。日本酒は好調だなんて言うけど、まあ 0.4% だからな。規制されてても気がつかないレベルだな、これじゃ。今回の規制撤廃は、まあ象徴的なものでしょうけど、EU は科学を信じるお利口さんってことで、中国、韓国、北朝鮮、立憲、共産、社民、令和の頭の悪さが際立つ結果になりましたね。さすがはね、反知性派、反科学派と呼ばれるだけあるな。まあ一言で言うと、反日でやってるだけなんですけどね。日本に文句言えれば、自分がバカだと思われても構わないっつう、重症バカですよ、これ。バカなことを絶叫すればするほどですね、重症バカの間では、ステータスが上がるそうで、やめられません。有名になれば、パヨ大学で教授になれたり、なんとか千鶴子、上野だっけ、学術会議のメンバーになれたり、サンモニに呼ばれたり、関係書類が真っ黒塗りの謎の社大法人で、公金チューチューもできたり、あと議員になれたり、水道橋博士なんか見出されて、声かけられて、議員になれたんでしょ。なんかメンタル壊してやめちゃいましたけれども、なんか派手なパフォーマンスして国会で3人に怪我させた山本太郎、重症バカの間では評判高いんでしょ。あと嘘ばっかついてバカなことばっかり言って呆れられている小西博之も重症バカの間では評判いいそうですよ。泉健太はいまいち物足りないんだって、重症じゃなくて、ですんで泉おろしが始まるっていうか、今もあんのかな。まあまあこういう役得がですねいっぱいあるから、パヨはやめらんない、バカと思われてもっていう感じですかね。それを支える重症バカの存在がバカを生み出す原因っていうか根源っていうか、でもな、バカは生えてくからいなくなんねえしな。たとえ全員処分しても、地球の外に一瞬にして恩出しても、バカをね、いなくなりません。これはですねって私思うのは、サッチャー首相、イギリスのサッチャー首相の国会演説ですね。やっぱりパヨ議員いてギャー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 うるさくて、あなたら金持ち憎んでっけど、金持ちを全員いなくしても、処分しても貧乏にはいなくなりませんよって言ったんですよ。そりゃそうだよな。これがどうしてバカを全員、処分してもやっぱり生えてくるのかっていう、そういう謎になりますけどね。NHK による今年の内閣支持率調査推移がこちらであります。5月の 46% をピークに2ヶ月連続減少、なぜなのか。まあいい感じにフラフラ行ったり来たりしてますけれどもね。一般反応です。韓国をホワイト国に戻すとか言い始めた時期からだな。5月からですね。ホワイト、スワップ、LGBT 法のコンボ、罹患で支持してた層が多かったってことだろう。物価高すぎ、少子化対策で増税します、サラリーマン増税も忘れんといてな。マイナンバー関連じゃねえの、岸田って物価対策するつもりねえの。7月に入っての税調で給与所得控除と退職金控除を減らす動きだから、まだまだ支持率下がるよ。法則からは逃れられない。皆さん岸田がのここがダメ、っていうのを、まあ、ざっと見ますと、韓国、ホワイト、国復
期日韓スワップ再開、 LGBT 法ご利用し、退職金増税、ガソリン補助金打ち切り、社会保険料値上げ、物価高などなど、他にここもダメだよっていうとこあったらコメントで教えてください。右側的にはこれらでせっかくの入管法改正はお手柄だった、あれは良かった、が吹っ飛んだ形、あと増税ばっかりにして海外には景気よくばらまいてるように見えんのも問題ですよね。まあ、よく見るとですね、投資や借款でくれてやってるわけではないんですけれども、まあばらまいてるように見える。あとどこまでも他人事の無機質さ、一切ない信念も一因ではないか。なんか最近岸田総理目がうつろに見えるんですけど、私だけぼーっとしてるように見えるんですけど、解散総選挙は秋口10月下旬っていう噂ありますけれども、本当かな、野党に揺さぶりかけるフェイク情報の可能性ありますね。戦争が近いって聞かされてると精神的に疲労しますもんね。でないって分かってる側はゆったり構えて、解散するぞするぞするぞって言って野党を疲労させて精神的に、衆院任期は2025年再来年の10月まであります。ここまで引っ張るんじゃないのかな、って私は考えております。まあその前に解散したら外れたらサーセンということで責任取るつもりは一切ないんですけれども、まあ私は再来年まで引っ張るんじゃねえのかな、ことなかれだからと思っております。自民党部会、65歳まで年金を徴収、2025年度国会で、成立を目指す考えだそうであります。試験じゃないや、一般反応ですね。国家運営のネズミ講、厚生年金は事実上65歳になってる。フランスなら暴動、やってましたね。フランスですげー暴動、なんか年金をどうこうするって言っただけですげー何万人も集まっちゃって、65歳定年をやってからにしてよーんっていう、2025年の4月から65歳定年義務付け開始だそうであります。これに合わせてですね、定年まで払えっていうことなんでしょうね。今って60歳から65歳の5年間はもらえもしないし払えもしないっていうチュブラリンな状態なんですか、教えてください。ちょっと調べてもわからなかったんで、私が考える年金の、構造的な問題点なんですけれども、64歳で亡くなったら丸損っていう人生最大の国営ギャンブルだよなーって、これがもうどうしようもない欠陥でしょうね。70歳からもらい始めてもええんやで、その方が3割多くもらえるでなんて悪魔のささやきもやってるようですけど、69歳でなくなったらどうすんだって話でね。そんならですね、年金っていう枠を決めずにですね、65歳から全員に月10万円ベーシックインカム上げるよ、夫婦共に揃ってたら月20万暮らしていけんでしょ、とかの方がいいんではないか。結婚圧力にもなるしね、少子化対策にもなるしね。65歳になって慌てて婚活っていうパターンも増えるかもしれないですけれども、2022年の平均寿命は男性 81.5 歳、女性 87.5 歳でした。6歳開きがありますね。ですんで同じく弱っていきたいんだったら6歳年上女性を選ぶ狙うといいかもしれないですけど、まあ同じように弱ってっちゃったらどっちがどっちを介護すんだみたいな話になっちゃって、やっぱ今後ダメなのかななんて、思ったり。平均まで生きると15年から20年年金もらえる計算ですね。現在100歳以上の方は全国で約8万人です。8万人っていうことは100万人で 1% だから 0.1% もいないのか、0.08%、 0.07%、 そんなもんすかね。ハードル高いよね、100歳まで生きるっていうのね。人生100年時代って政府が宣伝するほどそこまでは生きられないっていう。さらにカロリー過剰や食品添加剤、生まれた時から食ってっから団塊世代は、つまり戦後生まれの世代は戦前生まれより長く生きれないのでは。今80歳以上の方は戦前生まれですから、っていう説もあり、
平均寿命短くなるんじゃないか。だって、あの、生まれた時からたらふく食ってんだもん。実際ですね、あの、カロリー制限した方が長命なのは実験で証明されてますね。動物実験でたらふく食わせると、やっぱあの、早死にするっていう、結果は出ております。好きなだけ好きなものを食わしてると早死にっていうね。年金を運用してる年金基金はですね、独立行政法人で政府は口出しできない建前なんですけど、それダメじゃねえのかなーって私思うんですよ。政府がですね、どんどん情報リークして株で儲けさせたらどうなんだ。じきに運輸業界に有利な法律できるぞとか、ここの税優遇がなくなるぞとか、こういう規制できるぞ。こんな情報を誰よりも早く知れればね、株の売買で大勝利間違いなしでしょうよ。まああの、インサイダーって言うんですけど、政府がやるならいいんだねえの。株や不動産の上がりで元本崩さずに生活するのが金持ちですよ。日本政府がそれできないはずないんですけどね。円もすれるし、政府資産を運用するですね、まあ年金以外にも、巨大な部署を作ってですね、で余ってる土地とか公園とか売っ払っちゃって現金に変えて、退職官僚をですね、全員引き受けて天下り団体全部潰して、巨大な利益出して無税国家を実現してくれよってですね。1人1兆円運用しろ、って言って、あの1000兆円用意したから、あれしろって、あの1000人退職管理を引き受けられんな。ここで吸収すっから、あ、お前ら天下り団体作んな、で今ある天下り団体は全部潰すわって言ったら、 NHK も潰れるわね。あっこはあの総務省の天下りになってますからね。で、あの1000兆円運用して、まあ年に 10% いけば100兆円でしょう。一般会計予算そのぐらいですよね。で、あのインサイダー情報あれば 10% なんて楽勝だから、もう 100% も可能だから、インサイダー情報あれば無税国家作ってくれよんなんて、あの思うんですけどね。皆さんこのアイデアどうですか？私は我ながらとってもいいなって思いましたけれども。というわけで、7月15日明日ですね、新橋で政策報告会タウンミーチング開催いたしますんで、明日ね、33度ぐらいでそんな暑くないみたいなんで、皆様ふるっていらしてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。